さん、今日はみんなでとろけるような甘いチョコを作りましょうね。はーい。今日はバレンタイン。女の子たちが愛情を込めて作ったチョコを大好きな人にプレゼントするのよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。バレンタインだよ、イエイ。スイーツ大好き、サンゴニャン。スイーツといえばこの私ですわ。さすが将来のパティシエルですの。75点。なあと一歩にゃん。くぅ、たくよ、不良がチョコなんてよ、待ち作ってらんねえって。味見させてもらうにゃん。こらちょっと、めちゃ甘くて乙女の味にゃん。ちょ、うるせえ。パールは何を作ってるにゃん。ホットでスパイシーなチョコレートです。味見しますか。遠慮しとくにゃん。チョコをあげるにゃん。私はお父さんに。私はムナータコーチにプレゼントするです。ラブルはエンジェルにあげる。ラブイバカ。私はいろんな人に配ろうかな。私は自分で食べるわ。チョコはミネラル豊富で美容にいいのよ。恋する乙女がいないにゃ。ルビーはどうするにゃ。これ見かけくんに。ありがとう。だけど俺は君がいい。君が僕のホワイトチョコレートだよ。いやはー、なんてね。おバカな妄想してんじゃないわよ、このすっとこのかゆさき。みかげくんにチョコをあげるのはこの私なの。なによ、最近カヨとみかげくんちっとも一緒にいないじゃん。私があげたっていいでしょ。残念でした。私たちの気持ちは何も変わってないのよ。残念ウサギの入り込む隙間なんてないんだから。さあみかげくんのために頑張って作ろう。かわいいハートのチョコにしよっかな。え、何？何やってんの、焦げちゃうよ。チョコは火にかけちゃダメにゃん。お湯でゆっくり溶かすにゃん。知らなかったの？知ってたわよ、当然じゃない。うわ、直接入れないで。それは天ぷら。何よ、美味しければどう作ったっていいじゃない。ちなみにこの板チョコは最高級のカカオから作った1枚50万円するチョコなんだよ。心がちっとも分かってないにゃ。大事なのはお金じゃないにゃ、愛だにゃ。愛。それは料理にかける最高のスパイス。愛。それは恋する乙女のキラキラハート。なんでワニヤマくん。今はワニコラブ乙女パカ。とにかく一から作り直しにゃ。ジュエルベッド、カンタングキング。まず最初にチョコを
細かくするにゃ。ちょ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 。それをお湯で溶かします。よくかき混ぜてね。この時、蜂蜜や生クリームも入れることがあるわ。混ぜ終わったら好きな形にするんだよ。それを冷やせば完成にゃ。とっても簡単やべ。おいしそうパーカどこが簡単なのよ。なんでこうなるにゃ。前も巻き巻きクッキー作ってたよね。腕を回すからじゃない。だったらあれを出すしかないです。腕力低下ギプス。なによこれ。これをつけると腕が回せなくなるです。あいい調子です。次は私が開発したお料理ヘルメット。絞ります。私が目沢屋で見つけたこれ。この薬を一滴垂らせば。巻き巻きに呪われてるラブ。怖いパカ。間違いねえ。これはダークジュエルパワーの仕業だべ。なわけないじゃん。ビターな展開。こんなもんだろう。私もできた。かわいい。さすがひなたです。よかったわ、みんな上手にできたわね。はーい。かのいいわよいいわよ、全部自分で食べるから。これガメコに渡れないもん。たく世話が焼けるんだから。な、私の魔法でチョコの形を直してあげるわよ。ちょっとサンシャイン。輝けルビーのラッキージュエル。ミラクルチャーム。ジュエルフラッシュ。全部自分で作りたいの。三影くんにちゃんと自分の気持ちを伝えたいから。カノ、やだ、何言ってんのよ。私頑張ろう。え、頑張ろうカノ。綺麗なハート型になるまで諦めちゃダメだよ。やろうカノ。ルビー、さあ行くわよ。ほら、もっと手際よく。もっともっと。ビターチョコだからお砂糖入れよっと。それはまた食べるんじゃの粉。え、もうカノンがそうなんじゃ、私が三影くんにチョコ渡しちゃうぞ。なんですって。じゃあちゃんと作りなさい。ちゃんと溶かして混ぜて絞り出すの。わかったわ。違う違う、もっと優しく。違う、もう一度もっとひねって。ああもう、どうして巻き巻きになっちゃうのよ。ナルトやチョココロネにソフトクリームを食べ過ぎた呪いなんだわ。あ、あれってやっぱり三影くん。おさみみビーカー。何ぼーっとしてるの。カノンは三影くんのことだけを思ってチョコを作るので、でもさ、もう一度やるのよ。失敗する原因を見つけるの。何度やったって同じよ、呪われてるんだもん。カノン、ジュエルランド中のチョコを買い占めたっていうのに、あとこれ一枚になっちゃった。じゃあもう一度できるじゃん。頑張ろルビー。ほら、やっぱりダメじゃない。何よ、どうせ私は呪われてるわよ。違うわよ、わかったの。え、どうして
て巻き巻きになっちゃうのか。ほんと？答えは簡単。カノンはね、いつも作るとき目をつぶっちゃうんだよ。カノンは失敗するのを怖がって目をつぶっちゃってるのよ。だからハート型にならないの。そんな。大丈夫。ちょっとくらい形が崩れてもきっとミカゲくんは喜んでくれるわ。だって心がこもってるんだもん。心。そうよカノン。私の気持ち、ミカゲくんに心を込めて。わあ！余計なことしちゃった。応援なんてバカみたい。本当は私だって三影くんに、ルビー、うわ、何あれ。ルビーに俺をプレゼントあるって、どうよ。さあセニョリータ、俺をもらってくれ。固まっとるの。食べ物を読まずにしちゃダメにゃん。タンゴニャンが食べようにゃ。今俺食べられとおる。池のほとりでどんじゃらほい。ジュエリーナ様、あなたの落としたチョコは金のチョコ、それとも銀のチョコ。口の周りにチョコが。ジュエリーナ、そうだ、いいものあげるわ。愛のジュエルリングよ。カップルでお揃いでつけると永遠にラブラブでいられるの。で、私彼氏いないし。それじゃあね。うわー、ちょっとジュエリーナ様。あー、舐められとおる、食われとおる。私のチョコ。ジュエルリング。はい、バレンタインデーの続きよ。その前に時間をちょっと戻すわね。ラルドさん、チョコもらってください。サノハージのチョコです。はい、これ。あがし。ちーったく、何がバレンタインだ。どいつもこいつも溶けたチョコみたいにデレッとしやがって。あ、カトリまで。どうよパカ。ヤギ沼。俺たちはこんなイベントに浮かれたりしないぜ。その通りだぜ。なんたって俺たちは硬派だからな。おう。お二人のおっしゃる通りです。だいたいチョコなんて脂肪分の塊ですよ。愛だの恋だの感情とは相入れない物質に過ぎません。成分さえ分かれば自分で作れちゃいますからね。成分分析完了。なじゃ、製作開始。ネジ巻くん。ネジ川です。何ですかサフィーさん、今チョコを製造していて忙しいんです。はい、いつも研究の手伝いをしてもらっているお礼よ。わお、アイラブチョコレート。お前チョコは物質に過ぎないって。何をおっしゃいますか。チョコの主成分は愛ですよ、愛。硬派の時代は終わったぜ。ああ、これからはチャラ男の時代だ。何が何でもチョコをゲットしてやろう。勝負だマサコ。ノー。はい、ガールズ、チョコ作りサンキューです。どうしたのあの二人、ずいぶんイメチェンしたわね。ナイスチラチラ系です。なんなのあんたたち、まさか。まさか、チョコならいっぱいもらったし。そうそう、でも甘いものは別腹じゃん。俺にもチョコをちょこっとくれないか。なんちゃって、イエーイ。サム、チョコが欲しいならあげるラブ。あ、失敗チョコパカ。俺にくれたらホワイトデーはナイスなお返しが待ってるぜ。俺なら倍返し。さあ、俺なら倍の倍返しだ。俺なんか肩車に高い高いも仕上げるぞ。じゃあ俺はいないいないバーにお馬さんごっこだ。やっぱ
チョコ欲しいんじゃ。浅ましい男は嫌いやん。ダイアナ様、お恵みを。ダイヤモンドチョコ。チョコくれ、ダイアナちゃん。ちげえ、お前こそ最後の一個だ。ダイアナのチョコは僕のものだよ。スーパーアイドル、ジオくん、私も。君たちの気持ちは嬉しいけど、チョコは受け取れない。僕には決めた人がいるからさ。あんにゃろ、リア充のくせに俺たちの島を荒らしやがって。おお、チョコだ。やめろ、マサゴ。やった、やったぜ。バカ野郎、そこまで落ちぶれてどうする。男はプライドをなくしたら終わりなんだ。俺が間違ってたぜ、ジャスパー。人が落としたチョコじゃなく、正々堂々女の子からもらったチョコで勝負だ。ああ、マサゴ。あれはあるか。お客さんも好きだすね。あるだすよ、とっておきのが。本当か。1980円だす。高っ。いやならいいだすよ。でもこれがラスト1個。今日は黒髪の姉ちゃんがこの辺りのは全部買い占めたって噂だすよ。モテる男の証が必要なんだしょ。もうちょこっと負けられない。チョコは甘くても世の中は甘くないだす。俺の全財産は今1980円。だがこれは男のメンツをかけた真剣勝負。そのチョコ買った。あ、なんでお前がいるんだよ。ああ、そっちこそズルしやがって。ズルはお互い様だろ。男のプライドはどうした。俺はドン引き屋のチョコが好きなだけだ。ふざけんな。ダメだこりゃ。あらあら、この二人が火花を散らしていた頃、学園では恋の花が咲き乱れていたのよ。あら、学校にイチャつくな。もっと離れなさい。あら、そこ学校にお菓子を持ってくるな。まったく羨ましいんじゃなくて仲かわしい。先生、なんだお前らマジこれ、先生。おっ、いかんぞ、教師としてお菓子を受け取るわけにはいかん。いかん。だがしかし、イルカとしてなら、カモンマイスチューデンツ。はい、校長先生。わーい、ありがとうみんな。はい、チョコのお裾分けです。いつもありがとう。パパ、いつもありがとうございます。はい、校長先生、どうぞ。イルカ先生、よかったらこれどうぞ。余り物ですけど。ウィーバーバレンタインの、あたいのチョコは恋の船。あたいの気持ちを乗せて大海原を突き進む。マスターの港でアンカー。でもすぐでもじゃん。何？ああ、結局一つもチョコをもらえなかったな。俺たちにチョコをくれないなんてみんなどうかしてるんだ。来年こそ絶対チョコをゲットしてやる。ああ、たった一つでいい愛情のこもったチョコをな。あ、どうした。あ、悪い、教室に忘れ物しちゃったよ。ね、先帰ってくれ。あ、おい、お前の勝ちだよ、ジャスパー。おい、なんだよ。あ、オパール、お前そんなところで何を。よかったらこれ食べてくださいです。オパールが俺に。うん、激辛。なんでカレー味なんだよ。てかカレールーだろこれ。結局チョコをもらえなかったのは俺だけか。はい、マサゴちゃん。え、おばちゃんの愛情たっぷりチョコレート。あー、どうも。はい、忙しい忙しい。次は誰だったかしら。あんま嬉しくねえけど、まあいいか。
も遅くなっちゃったけど、これもらってくれる？ありがとう。前にライトアップされたお城を見たよね。綺麗だった。あの輝きを見たカップルは一生離れないって本当かしら？カノン？うん、私たちなら大丈夫。どんなことがあったって絶対に離れたりしない。そうよね、ミカゲくん？そうだな。いつかカノンのご両親も許してくれるよ。それじゃあおやすみ。うん、またね。カノン？ママ？急に来るからびっくりしちゃった。連絡をもらえたら迎えに。言いつけを守らなかったのね。あれほど約束したのに。どうしてミカゲくんと会っちゃいけないのよ。どうしてミカゲくんのこと嫌うの。ママはミカゲくんのこと何も知らないじゃない。知ってるわ。あなたが好きになった人だもの。とっても素敵な男の子だって。だったらママ、あなたは前よりずっと大人になった。え？今ならちゃんとママの話を受け止められると思うの。ママ？何の話をしてるの？あなたと三影くんね、血を分けた兄弟なの。俺たちなんと前回に続いて今回も次回予告に出られるらしいぞ。おー、マジかよ。今度こそ決めるぜ。次回のジュエルペットサンシャインは禁断の恋でイエイ。また持ってかれた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。